早すぎるガッツポーズ、喜びかけたら追い抜かれ、予選敗退ドイツ選手のゴール直前の行動で波乱陸上3000メートル障害、パリ五輪。20、コメント20件。8月5日、月曜日、17時28分配信。写真、ゲッティ、オリンピック陸上女子3000メートル障害の予選2組に出場していたドイツのオリビア・ギュルト選手、22、が、ゴールの瞬間。 ガッツポーズ。しかしこの行動が波乱の展開を巻き起こします。画像6枚、早すぎるガッツポーズ。喜びかけたら追い抜かれ、予選敗退ドイツ選手のゴール直前の行動で波乱陸上3000メートル障害パリ五輪。ゴールの瞬間、フライング喜び、しかしその横から。予選では、グミの5着までが通過し決勝に進出することができる3000メートル障害。 予選2組は、バーレーンのヤビ選手とエチオピアのアルマエウ選手が1着。2着でフィニッシュし、その後アメリカのコンスティエン選手が3着で予選を通過しました。熾烈を極めたのは、決勝進出争い。予選を通過できるのは残り2人です。ドイツのオリビア・ギルト選手は4着の位置。しかし、最後のストレートでカザフスタンのジェルト選手、イギリスのバード選手の2人が猛追を見せます。 ところが前を行っていたギュルト選手は勝利を確信したのか、ゴールラインをまたぐかどうか、ギリギリのところで両手を上げ、ガッツポーズをし始めます。しかし、その横からは二人の選手の影が。ギュルト選手は笑顔でフィニッシュしましたが、ゴールの瞬間はまさに三人横並びの状態。運命の着順は写真判定に委ねられることに、緊張の一瞬、結果は四着。 5着と6着とのタイム差はわずか0.01秒。そして6着で予選敗退となったのは、なんと、ラッツポーズ、押したギュルト選手という結果となったのです。このシーンに、海外メディアでは、ギュルト選手の、フライング喜び、が予選敗退の原因だとし、致命的なミスだ。と指摘、大激戦の末、ギリギリのところで22歳の決勝進出は叶いませんでした。 しかし、デュルト選手は予選敗退となったものの、記録は自己ベストという結果に、まさに決勝進出をかけた大波乱の予選となりました。